はいどうもこんばんは今日はねこれヒットポーのフォト AI っていうねソフトこれをご紹介したいと思いますこれ今回ご提供いただきましたので使わせていただいてるんですけど結構すごいソフトなんですよねこれはねどういうソフトかっていうと AI を使って写真をね加工するっていうねそんな感じのソフトになりますであのまあ例えば古い写真とかを綺麗に加工したりとかノイズだらけの写真をね もうちょっと綺麗にしたりとか普通にスマホで撮った写真とかをくっきりとね加工してくれる、ね、そんな感じのソフトになってますで処理に関しても実際に AI がやってくれるので写真を選んであとは AI に任せるだけっていうねそんな感じの簡単な操作になってますので誰でもね簡単に写真をきれいにね加工するっていうことができるようになってます。今日は、ね、このフォト AI をを、ね、実際に僕がが撮った写真を使いながら AI で加工してみながらねどういう感じでこのソフトが使えるのかっていうことについてお話したいと思いますソフト立ち上げるとねこんな感じになってますまずできることとしてはここの AI を使った高画質化とあと AI をね自動で生成するっていうねそういうこともできます。 あとはね、写真のこの背景を削除するとか、写真の中の不必要なもの、いらないものっていうのを消すみたいな、そんな感じの機能もあります。で、最近のアップデートで増えたのが、この AI ポートレートっていう機能で、これも後でご紹介したいと思います。ということで、まずね、この AI の高画質化の方からやってみましょうか。この AI 高画質化に関しては、 写真をねものすごく高画質にすることができますということでちょっとね1枚写真読み込んでみたいと思います例えばねこういう写真これはねあの前にキャンプ行った時に僕の車を写したねこういう写真ですけどこれ普通にあのスマートフォンで撮った写真になります最近のスマートフォンすごい高画質でものすごく綺麗に写るんですけど拡大していくとやっぱりね こういう細部とかっていうのはちょっとね、もやっとはしてるんですよね。まあこれはね、えー、いくら高画質なスマートフォンで撮ったとしても、まあこんな感じにはなってます。ただまあ写真としてはこれでも綺麗なんですけど、えー、こういった写真をね、さらに細部くっきりと高画質にするっていうことができます。ジェネラルモデルっていうパターン。はい。これを選択して、僕はこっち、高速よりも画像って方でやってます。で、この状態で、えー、出来上がりの解像度っていうのをここで選んで、 今ね100%でやれば同じ画素数で出てくるんですけどより綺麗にするために例えば800%とかねまあ、これとんでもないサイズになってしまうんですけどちょっと今極端な例としてこれでやってみたいと思いますプレビューっていうのができるんですよねファイルが完成してしまうということじゃなくて完成のイメージを見るということでこういうプレビュー機能がありますということでちょっとプレビューしてみますするとこんな感じでねちょっと AI が 写真読み取ってます。的な演出がありまして、ここで100%になったら完成します。はい、こんな感じで完成しました。で、この画面の見方としてはこっち側が元の写真ですね。右側はね高解像度化した写真になります。で、このね。ソフトもすごく分かりやすいところなんですけど、中ボタンのスクロールをすることでこう拡大ができるんですけど、ドラッグするとこう動かせることができて。 スクロールするとこって拡大縮小ができるんですけどこのね拡大したところと同じ部分で拡大してくれるっていうのがすごく秀逸なところだとは思います。で,この機能のおかげで例えば細部がが、ね、どういうふういいになっったのかっていうところででで確認ができるんですよねで今このサイズで見てるとそんなに違い分かんないかなっていう気はするんですけど例えばこのライト周りとかっていうのを拡大していくとはい見てください。 これすごくないこんな感じクッキーになってますよねこれはちょっとねびっくりしますね結構すごい機能だと思いますこれ同じ写真ですよこっちが AI 加工された写真でこっち側が元の写真ということなんですけどすごいですよねこの解像度の違い例えばこれタイヤのパターンとかも拡大していくとこのぐらい違うんですよまあ、通常の写真元の写真がこんな感じなんだけど で処理された写真っていうのはこのここまでくっきりしてしまうということでちょっとこれは驚きですよね。拡大して印刷したいとかあともっと大きな紙に印刷したいとかねそういうあのシチュエーションであればものすごくねこのソフトが生きてくるんじゃないかなと思います。これがまずびっくりしたところですよね。でその他にもまあいろいろとね機能があるのでいくつかね試してみたいと思います。 フェースモデルとかこれ顔をねちょっと良くしてくれるみたいなそんな感じの機能とかあとはデノイズモデルって言って、まあ、ノイズとかを除去してくれるみたいなそんな感じの機能もあるのでこれ古い写真の解像度を上げるとかちょっと綺麗にするみたいなそんな感じのこともやってみましょうか。ということでここで出すのもちょっと恥ずかしいんですけど、えー、昔の写真をねあのー、探してきましたので。 昔の写真ちょっとやってみたいと思います。はい、これです。はい、これはね、僕はね、こおそらく幼稚園児、多分小学生は入ってないぐらいの頃の写真になります。あのフェイスモデルっていうのは写真もねパリッとくっきりしてくれるんですけど、この顔自体も AI の力でちょっとね改変してくれるみたいな感じのメニューですね。でちょっとねやってみましょうか。400%ぐらいにして。 これでやってみたいいと思いますでこのままプレビューってやっても自動的に顔認識してくれるんですけどもし認識してくれてない時はこのフェイス選択っていうところをやると自動的に AI の方でこういうふうに顔を認識してねこれで処理してくれるようになります、はい、でこの状態でプレビューってやることでまたこの AI で処理してますよみたいなエフェクトがかかっててでこの下にねがずっと増えてく感じで はい、こんな感じで写真の補正ができましたというとこです。でこっち側が元の写真でこっち側が AI が作ったというかまあ,あの綺麗にしてくれた写真ということになります。でちょっと拡大していくとはいこんな感じになります。はい、ちょっとねあ,のあんまり恥ずかしいのでアップにしたくないんですけど、えー、これすごいと思いません、ね、これあの。これ見た時ちょっとね正直たまげました。ちょっとびっくりしました。 あのー、これ本当に昔の写真ですこっち側はね。でそれがねここまですごく輪郭鮮やかに色もね色彩も豊か,に豊かな感じでこういうぼやけてるところ、まあ、当然ですけど昔の写真なので、えー、解像感は全くないんですけどこういうところっていうのがすごくねパリッとしてくっきりと出てますよね。はい、こんな感じで処理してくれるとこれすごいですよね。 ちょっとたまげまげしたただね AI が処理するので一見こう同じに見えるんですけど、まあ、この写真の場合はねかなり、あのー、元の写真のまんま復元率はかなり高いと思うんですけどちょっとねあのたまにやりすぎるっていう時があってそういうところはね、あのー、あるかなと思いました。はい、なのでいくつか写真を読み込んでみるとこれ違うなっていう写真もあるんですけど、まあ、こんな感じで元のね再現率はすごく高くて。 あすごい綺麗になったなっていう写真もね、えー、いくつも出てくるのでやってみる価値はあるかなと思いますなのでこんな感じであの古い写真をねちょっと綺麗にしたいとか、えー、そういう感じのニーズにはすごくねこれマッチしてるんじゃないかなと思いますただねこのフェイスモデルでもこういくつかバージョンがあって例えば「鋭い」とかねこういうのに選択して例えばプレビューすると、はい、こんな感じで、まあ、パッと見同じなんですけどちょっと ちょっとだけ顔が違っってくるみたいなちょっと AI がこの辺を補填してくるみたいなところがあって、えー、そういうところで、あのー、過去の写真をねあんまりいじりたくないよっていう方には向かないんですけど昔の写真を綺麗にね保存したりとかちょっと綺麗な状態で印刷してみたいとかねそんな感じのニーズにはすごくね応えられるソフトなんじゃないかなと思います。そののの他にもももねこここういうい輪郭ややっっととととししててるるろろ元の写真ではすごくぼ すごくクリアにしてくれてるんですよねこういうところがすごいなと思いました細かい部分を見ていくと本当にねくっきりとね写真が変わってるっていうのが分かると思いますこれどういう風うな仕組みになってるのかわかんないんですけど AI がねこういうところをちゃんとね、えー、輪郭を作ってくれてるんでしょうかねこれすごいですよねこの日の用心のこの字もね拡大するとこのぐらいな解像感なんですよね これすごいですよね本当にねちょっとねこれびっくりしましたでそのほかにもねモノクロ写真とかをカラーにするっていうね自動的にカラーしてくれるみたいなメニューもありますでモノクロ写真っていうのはね僕はちょっと持ってないので、えー、ネットの方からちょっとダウンロードした無料素材ですけどこれちょっとやってみましょうかはいこれ無料素材でダウンロードしたものなんですけど例えばこれをカラー化モデルというものでカラー化してみたいと思います でこの状態でプレビューしますはい、するとね、これもすごいですよねこっちはもう完全モノクロ写真で、えー、カラーのね色っていうのはついてないんだけど AI の方でこう判断してこういう風に色をつけてくれるんでしょうかねちょっと仕組みはわからないんですけどとにかくすごいですよね大昔の写真とかで白黒の写真をお持ちの方はこんな感じでデジタル化をしてるのであればね このソフトでもってカラーをつけてみたりとかあとはねあのクリアにもうちょっと細部をクリアにくっきりしてみたりとかねそんな感じのことができるので試してみる価値は全然あるんじゃないかなと思いました AI の力でここまでできるんだっていうのがねちょっとびっくりしてるんですよね僕もね。っていうことが、まあ、この AI モデルでできるようになってます。はい、でそのほかにもねこの AI の自動生成っていうメニューもあります。これはね、あの自分が指定した 言葉で AI が画像を作ってくれるっていうねそんな感じのメニューになってますでちょっとやってみましょうかはいするとねスタイルっていうのを選べるようになっててまあ、ノンスタイルでもいいんですけど、えー、どういった感じの絵にしたいのかっていうねこのスタイルをいろいろ選べるようになってますまあ、ムービー調なのかこういうまあ、浮世絵調なのかとかねアニメ調なのかっていうねそういう感じの分かりやすいのもあれば、えー、よくわかんないのもあるんですけど まあこういういいい感じのイメージに作って欲しいみたいな、まあ、ディズニー帳とかね、えー、こんなこれカール爺さんですかねそんな感じの形にしてほしいみたいな、えー、ちょっとやってみましょうかねしたらね例えばこのディズニー帳にして、えー、この下にね言葉を入れます。で僕がやってみたのはね特にこれルールはないと思うんですけど。 単語をね並べてスペースで区切るみたいなそんな感じの入れ方をすると結構認識率が高かったのでそういう入れ方がいいんじゃないかなと思いますでえとこっち側でね出来上がり画像のアスペクト比というものを決めることができますまあ16対9っていうのが一般的なのでこの状態で解像度は一番低い状態でやってみたいと思いますうんと今思いついた言葉「スマホ」とかね「最新」 じゃあ例えばスマホ最新で入れてみましょうか生成ってやってますはいするとこんな感じで今作成中みたいな感じの絵が出るのでこのまま少し待ちたいと思います今やったのはねスマホ最新っていうね言葉だけ区切った状態で入れてこのディズニー調にしてっていうことだけです指示したのをねでこんな指示されても AI としては困ると思うんですけどどういった絵を作っていくのかっていうのを待ちたいと思いますあすごいですね ぽいですね、この機能はねなので、えー、どっちか気に入った方があればここのボタンを押してダウンロードしててここの絵を使うっていうことができます面白いですねこれね AI が作るので、えー、これどういう状況って上がねすごく多いんですけどあのまさにね AI が考えるスマホ最新の形がこういう形なのかなみたいな例えば浮世絵風とかねにしてみて。 まあ浮世絵でありがちなね富士山とかね雪とか冬とかね富士山雪冬みたいな感じのイメージでえーちょっと作ってみてちょうだいみたいな感じで押してみますはいするとえこのワードを拾ってねえそれっぽいものを AI が考えてくれるとまあ AI でこんなことできちゃうってすごいですよねもうクリエイターいらずの時代が来てしまったみたいなとこありますけど ただやっぱり A.I. が考えるものはちょっとずれてたりっていうことが多いので、まだまだね人間のあの力っていうのは必要なんですけど、A.I. でもここまでできるのかっていう絵をねたまにバーンで出してくることがあって、たまげることがあるんですよね。でそういうたまげる絵をね作ってみて、いろんなワードねとにかくいろんなワード入れて作らせてみて、素晴らしい絵をもうすごいですね、素晴らしい絵を作ってくれるみたいなね。 こういういうのが簡単にできちゃうっていうねこの今待ち時間も本当に、えー、1分もかかってないですよね多分30秒ぐらいで、えー、こんな感じで <laughs> 富士山2つあるのもおかしいだろうって話なんですけど、まあ、その辺のね AI が作るね不自然な部分ではあるんですけど、えー、こういうことが、えー、イメージとしてもすぐにできてしまうっていうのがこのソフトすごいですよね。ここうううういいいいととができちゃうっていうのが面白いなと思います ここれれ背景削除っていう、ね、機能もありますこれをね、読み込んだ写真の背景を一気に抜いてくれるっていうねこれもすごい機能なので、えー、ちょっと1枚写真を読み込んでみたいと思います。例えばですけどははい、い、これ読み込んでみます、はい、今ねジムニーの写真を読み込んだんですけど今もうこの状態でねドラッグしてただ話、えー、しただけなんですけど、えー、今この写真を解析して えー、抜くべき部分を抜いてくれてるんですよはいこれ自動的に抜いてくれた状態がこんな感じになってます、えー、この景色の中からこのジムニー自体を認識して勝手に抜いてこの出来上がりの写真に作ってくれてるとこの状態でもう書き出すっていうことができますただねあのちょっと認識が甘いところがありますよねこういうねまあ、これ草が生えててちょっと甘いところがあるのでこういうところを ここでね追加することができます。消しゴムとかブラシとか、まあ、この場合はねブラシでここを追加してあげることでこんな感じねこれ回してクリックしながら塗ってあげることでここねこっち側に追加してあげるっていうことができます。でここもちょっと足りないなと思ったらちょっとこの辺も入れてあげるとかねこんな感じでちょっとこの辺も入れてあげるとかねそういう感じのことをすることで 必要な部分を自分で調整して抜き出すってことができます。でここはちょっと多いので消しゴムでちょっと消すとかね消しゴムのこの太さもこれこれで変えることができます。ちょっと細めにしてこの多い部分をちょっと削るとかねはい、まあ、こんな感じで細かくね自分で調整するっていうことができます。はい この状態で、えー、例えばエクスポートってやることで、えー、この抜き出した画像だけを、えー、エクスポートすることができると、はい、そんな感じの機能になってますじゃあもう一枚ぐらい何かやってみましょうか例えば、えー、僕のキーボードの写真ねキーボードの写真ちょっと読み込んでみたいと思いますこれ僕のキーボードの写真ですけど、えー、これもこんな感じで一瞬で抜いてくれてますねはいこんな感じで えもうね AI がこの抜く要素はここだなっていうことを自動的に判断して勝手にこれ抜いてくれてるんですよちなみにさっきの僕の恥ずかしい写真も抜いてみましょうかちょっと入れてみましょうかこれ今僕の恥ずかしい写真はドラッグドロップでここにあすごいすごいですよねこれね一発で抜いてくれてますよねあこれはすごいな なので最初のね AI 処理で例えばもっとね解像感を高めた状態の写真にしてえその状態でこっち側を読み込んでえくっきりした状態で抜くみたいなそんな感じのこともできそうですよねあこれはすごいなちゃんとこの足の部分もきっちり抜いてくれてますよねこの股のこの部分っていうのもちゃんと抜いてくれてますよねちょっとびっくりしましたこれすごいですよね、えー、今まではねまあこういうのを切り抜く時ってすごい細かくね 例えばこうすごい細かく自分でなぞってね切り取ったりとかしてたんですけどこういうのはあの今手間をかけずにただ写真をねドラッグドロップでポンってこの中で離すだけでできてしまうというのがねこれはすごいなと思いますはい素晴らしい機能ですよねプロジェクト削除という機能もありますこれはね写真の中からあのいらないものを消すっていう機能になってますこれもちょっとやってみましょうかこのままここにドラッグドロップで離します はい、するとこんな感じで写真読み込まされるんですけど、この中から抜きたいものを選びます。選び方としてはブラシで自分でぬりぬりして、この部分抜いてっていう風にやってもいいんですけど、ai でね。自動的に選択っていうこともできます。このヘルメットを選択してみましょうか？こんな感じでドラッグして離します。はい、するとこんな感じでこのぐらいの領域ですか？みたいな感じで ai が勝手に認識してきますね。で、この中で消しゴムとかでね。 同じように、えー、調整してもいいいと思いますこれちょっとやりすぎだなと思ったらこうちょっと消すみたいなこんな感じでヘルメットギリギリまで抜くみたいなねはいそんな感じにしてもいいと思いますこれ自転車のタイヤがかかっちゃってるのでここは抜かなくていいよとかねちょっと今消しすぎたのでちょっと追加しますねはいこのぐらいかなはいこれでヘルメットだけ大体選択されたので この状態でプレビューしてみますすると今この部分を抜いて背景にしてくれると、はい、これ拡大するとちょっとね若干違和感はあるんですけどずっと引きの状態こういう写真で見るとパッと見分かんないですよねでここでね比較っていうところがあってここねマウスでボタン左ボタンを押しっぱなしにするとこういう感じで 押しっぱなし離す押しっぱなし離すっていうね、えー、この違いを比較することができますこれ今ヘルメットを消したので、えー、こういう感じになってますこの消した後のこの部分っていうのは完全に AI がこうじゃないかなっていうところで保管してくれてるんですよねこれがすごいですよねこれあのよく見てもらったら分かると思うんですけどここの画像ってないんですよね でここは若干不自然ではあるんですけどこの木のベンチの部分ですねこの部分のここのラインっていうのがもともとの画像にはねこれないんですよ。ないんだけどここはまっすぐであろうっていうことを AI が判断してこういうラインを作ってくれてるんですよね。これすすごくなないいでで、か。も継ぎ目はもう、ね、写写真に写ってないので この画像の中にはその情報ないはずなのに、えー、こういうことを判断して AI で作ってくれてるっていうのがちょっとびっくりですよね。ただねあんまりこうでっかいものを消したりすると若干不自然さ残ってしまうっていうのはあるので、えー、画像の中でねこういう細かいものですねこういう一部分だけを消したいみたいなそういう時には非常に使えるんじゃないかなと思います。現、えー、現場場のののの写写真真なんでですけどこの現場の写真の中で 例えばこのセフティーコーンですね大きな写真の対象の中で、えー、本当の一つのパーツとしてある部分に関しては消すのは得意じゃないかなと思います。なのでこういう時に写ってはならないものが写ってるとかっていうイメージでこれを消したいみたいな時に非常に使えます。ここんんな感じで選んで選あげるとと、えー、大体のところを認識してくれますねもちろんくっきり認識してくれる時もあるんですけどこの写真の場合はね AI がこの辺はちょっと認識できなかったということなので、えー、こういうところは自分でね調整してあげます、はい、なるべく背景の画像は消したくないので必要最低限だけ消すというところでギリギリのところまで攻めますでこの部分を消すみたいなことをやりますはいこんな感じで消えましたはい、えー、ほとんど違和感ないですよね ちょっと若干この影の部分があるので、えー、この部分を追加でね消しますはいす、はい、するとこんな感じでもう完璧に消えました本当に違和感ないですよね変わって拡大しても全然わからないレベルで消えてますでまたこの比較をしてみるとはいこんな感じで消えてます元々はこ,こにセーフティーコーンがあったんですけど すごいレベルで消えてますよね。ものすごく高精度で消えてると思います。これすごいよね。これがこんな感じで消えちゃうんですよ。全く違和感ないよね。最近はね、あの個人情報っていうのがいろいろとね言われるので、えー、普通にこういうふうに撮った写真の中で、例えばネット上を公開するような時に、他のね全然関係ない方が写ってしまって,て、で顔がはっきり写真に写ってしまっているような場合で、えー、こういう写真を使いたいみたいな時には 例えばこういう機能で消してあげて何事もなかったかのように公開するとかねそんな感じの使い方にも使えるんじゃないかなと思いました AI ポートレートっていう機能ですけどこれもやってみたいと思います。これはねあの自分の写真例えばこういうふうに3枚の写真を読み込んでこっち側のイメージに変えるというそんな感じの機能になります。でこれに関しては僕はねちょっと使い道が見えなかったんですけど面白画像として使う分にはいいんじゃないかなと思います。 サンプルとしてねこういう僕のねこれ画像僕のね動画の中から、えー、取り出したこういう画像なんですけどこう3枚の画像をね作ってこの3枚をここに読み込ませてありますこの黄色い枠のところに新しく作る時はこのプラスのところで作って3枚の画像を読み込むね AI に認識させるってところをやります。で、これをすでにもう三枚の画像を読み込んだ状態でコーン入ってます。で、このイメージの中から、えー、出したいスタイルっていうのを選択して作るっていうことができるんですよね。例えばですけど、こういうかわいい子ですねこういう。こういう顔に変えてみましょうか。ちょっとやってみたいと思います。これ非常に恥ずかしいんでやりたくないんですけど、あえてやります。じゃこれで状態で生成します。 はい、するとね AI が僕の3枚の画像ねこれですよこれこの画像を読み込んで、えー、こ,このイメージにしてくれますなかなか出来上がりかなり厳しいものがあると思うんですけど、えー、目を背けずにね見ていただきたいなと思いますはい、えー、生成がねちょっと時間かかると思うんで少し待ちたいと思いますはいえー、っとね今 <laughs> すいいいまませせんん申し訳ございませんはい、こんな感じでねいやこれ一枚一枚見るとなるほど僕ですね <laughs> はいはいうまくあのー、生成してくれてますねじゃちょっと若干時間かかりましたけど多分 AI も相当苦しんだんだと思います <laughs> ということで、えー、確かに僕ですよね僕でありながら僕でないっていうねなかなか絶妙な感じでできてますよねでここでね もっと私らしくを低くしたりとかもっともっと私らしくを強くしたいっていうねそういう調整もできますなのでまあ、ネタ画像を作るみたいな意味ではこういうのね、えー、機能っていうのもなかなか面白いんじゃないかなと思いますベースに指定したような写真を作ってくれるっていうところでこういうのが面白いんじゃないかなと思いますもう一個ぐらい作ってみましょうかねこの可愛い,い少年でえー、っと僕。 120%の僕を作ってみたいと思いますじゃあこれで生成してみます。はい、ということで、えー、失礼しましまた。<laughs> 私らしさ120%全開にいってしまったので、えー、この少年らしい部分が全く消えてしまいましたけどこんな感じのね面白いネタ画像っていうのも作ることができるのであの実用性もありながらね、えー、こういう遊びでお遊びでこういうこともできてしまうっていうね なかなか面白いソフトだと思いますピットポンのねフォト AI についてはこんな感じのことができるっていうことをご紹介してみましたでこれね無料ダウンロードも,もちろんできますあの無料で試すっていうことができるのでちょっとね遊んでみてくださいこれ非常に面白いソフトだと思いました Windows もね Mac も両方ありますので、えー、ご自分の環境に合ったソフトをダウンロードしてね、えー、ちょっと無料で遊んでみてください はい、で最後にねこの「フォト AI」のこの動画撮影時点での価格とあと各バージョンの違いをざっくりと説明したいと思います。これね1ヶ月版っていうのと1年版っていうのと永久版っていうのが3つ大きく分けてあります。で1ヶ月版っていうのはまあ1ヶ月だけ使えるっていうねものになってます。で永久版っていうのはまあ一度買い取ってしまったらずっとできるようなバージョンになってます。 はい、それぞれ 1, 1つのパソコンに入れる状態で1ヶ月版と1年版に関しては期間中は無料のアップグレードができる状態になってますでもちろん全ての機能が使えます永久版を買えばねもうずっと買い切りモデルなのでずっと使うっていうことができますでパソコンねあの買い替えたりとかして引っ越しみたいなこともあのこれまあサポートに連絡する必要があると思うんですけどそういうこともできますで商用プランももちろんあります 価格的にはこのぐらいな感覚になってます。で、これに関してはね、解約いつでも可能なので、解約したいときはあのサポートに連絡してね、解約するという形になると思います。えっ、ー、と無料版に関しては、出来上がったプレビューっていうの中にはウォーターマークっていうねマークが付いてきてしまうということになります。はい。あとは、ね、AI の高画像化したものをエクスポートができないと。 あとは AI の自動接線に関しては2枚ずつっていう制限がありますでオブジェクトの削除もエクスポートができないとこれプレビューまではでではきるんですよね。なのでプレビューしてちょっとどんな感じになるのかなっていうことを試すってことはできますねで背景の削除っていうのもあの吐き出す出すってことはできないけどマーク付きでプレビューするってことができるのでどういうことができるのかっていうのをねちょっと無料版で試してみて 面白そうだなと思ったら製品版を購入してみればいいんじゃないかなと思いますまずはダウンロードしてね試してみてくださいダウンロードに関してはこのね無料ダウンロードっていうところを押すことですぐにダウンロードされてインストールはすぐできると思いますメールアドレスとパスワードさえね購入の時に設定すればそのアカウントでログインして使うみたいなそんな感じのモデルになってます僕は YouTube のサムネとかもねあの毎回作るのでその時にあの必要ない情報をちょっと消してみたりとか 輪郭をくっきりさせてみたいとかねそんな感じの使い方をしてみたいなと思いました、えー、この辺ね写真の加工とか AI の加工に興味あるっていう方は是非ねこれ無料のダウンロードから始めてソフトを使ってみてください非常に面白いソフトだなと思いますはいということで、えー、今日はこんな感じでねヒットポーのフォト AI についてご紹介してみましたこのチャンネルではこんな感じでね今日はあの Windows のパソコンのソフトをご紹介しましたけど 普段は、ね、デジタルガジェットとかそういうものの紹介レビューよくやってますので興味のある方は是非ねそれではまたお願いします。